はい、皆さんこんばんは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は何の話かというと、損か得かっていう話をしてみたいと思います。まあ皆さん、こう損するよりも得したいって思っているんじゃないでしょうかね。僕もやっぱりそうです。損するぐらいだったら得した方がやっぱりいいと思っています。ただ物事を決めるときに、損か得かだけで決めずに、こうその後に成長につながるんだろうかとか、誰かが喜ぶんだろうかっていう、その損得とは関係ないことで物事を決めるっていうのも大切なことなんじゃないかなと思っています。こう未来を決めることっていうのはできないんですけれども、何をするのか、行動を決めることっていうのはできるんですね。なので損か得かだけでこう行動を決めてしまうと、こうなかなかこう将来、当然損することもありますから、損するたびに悔しい思いをして、その周りの人が得するたびにこうなんかやっぱり悔しい思いをしなければいけないんですけれども、こう損か得か以外のこと、誰かが喜ぶとか、こう将来成長につながるとか、そういったことで物事を決めると、こうだんだん自分がやりたいことっていうのが見つかったりだとか、自分の能力がどんどん伸びていくので、こう周りから信頼されたりだとか、そういったことにもつながると思いますので、やっぱり先ほど言った未来は決められないけれども、今すぐ行動っていうのは自分で決めて行動することが当然できますから、どんな風にして行動を決めるのかっていうのは少し心がけていると、こうなんか人生みたいなものが変わってくるんじゃないかなと思います。こんな言葉を聞いたことがあります。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分。やっぱりこう夢はずっと夢で目標として持っていた方がいいと思うんですけれども、やっぱりその夢から逃げていくっていうのはやっぱりいつも自分自身なんですね。諦めたりだとか、こうできない理由を考えたりだとか、こういろんなことがあるにしても、やっぱり夢から逃げていくのはいつも自分自身なんですね。なのでこう夢から逃げないためにも、こう損得で物事を決めるっていう、損得だけで決めるのではなくて、時々はこう他のことで行動を決めてみるっていうのも試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。なので僕自身もこう、まあ、損得で動く人間なんですけれども、仕事中はこう患者さんがどうしたら元気になるんだろうとか、こう自分に余裕がある時はこれをしたら相手が喜ぶんじゃないかとか、当然こう相手を喜ばせようとして、例えばプレゼントをするっていうのも損得だけで考えたら自分が出費してるわけですから損ですよね。でも相手が喜んでくれるっていうのを考えると、やっぱりしてみたくなることだと思います。で、相手が喜んでくれると回り回って自分に得が回ってくるっていうことも少なくないんではないかなと思います。なので損得だけじゃなくて、それ以外のことで物事を決めるっていうのをぜひ試してみてください。今日は損得だけではなくて、こう他のことで物事を決めてみようという話をしてみました。それでは、和也の孫でした。最後まで聞いてもらってありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。